はい、どうも、うずです。今回の動画では GoPro、 ちょっとうずさん遅いよってね言われちゃうかもしれないんですけど、すいません、ちょっと GoPro Hero 12に関してはいろいろとねちょっと ありまして、あの動画をちょっと撮影するタイミングがだいぶ遅くなりました。もう発売してますからね、使ってる方もたくさんいると思うんですけれども、まあ、ただ今回はこの GoPro Hero 12、私 GoPro Hero 11をここ最近はメインで使っていたので、まずこの2つをどんな感じで変わったのか、私もね GoPro Hero 12はしばらく使ってたんですけど比べてはいなかったので、どんなぐらいで違うのかっていうところと、あとはもう1本ね GoPro Hero 9も持ってきてますので、その辺りの進化具合っていうのを改めて検証確認してみましょうか。はい、まずは早速歩き取りからね、ここ安全な場所なんでやっていきたいと思います。はい、まずこちらがですね、両方ともブーストをオンにした状態、手ブレ補正入った状態で比べてます。まあこんな感じですね。どうでしょうか、まあ、歩き取りだったらほぼブレはないんじゃないですかね、 GoPro ね、しばらく優秀だからね。はい、次はちょっと走っていってみます。こんな感じどう？はい、でこちら12の方は HDR にして、11の方は通常のナチュラルのカラー設定にしてあります。まあ、こんな感じですね。色の違い出ますかね、 HDR で。一応私が映り込んだ状態でこんな感じですね、12と11で色の違いが出てるでしょうか。まあ、HDR 使うとだいぶね雰囲気変わると思うんですけどね、どうでしょう。あとはこちら、5.3K で8対7かの比率で撮った映像になるんですけれども、こちらの方も GoPro Hero 12と GoPro Hero 11は違いはほぼないんですよね。ないんです。でフレームレートの方も 30p になってるので、まあ一緒ですね。はい、で画角の方をハイパービューにしてみたんですけど、ハイパービューはどちらも 12mm ということで同じなんですよね。はい、こっちはスーパービューですね。スーパービューの方は 16mm ということで、まあこれ結構使いやすくて私よく使うんですけれども、リニア撮影による水平ロックも一緒なので、まあ同じような感じで使えるという状態ですね。カメラを傾けてみてもね、水平ロックがリニアだったら効きますので、まあ自由な撮影が行えるっていう感じでしょうか。ここも変わらずです。まあ、ただですね、今回両方とも 4K 撮影してるからなのか、バッテリーのね消耗はここまで使ってて 17% ほどですね、あまり変わらない感じ。まあ、ほんと若干なんですけれども、12の方が持つかなって感じで、 4K 撮影してるとそんなにねバッテリー持ちの違いは今のところ感じられませんね。はい、じゃあ今こちらがですね、これ GoPro Hero 12を音声をねこのイヤホンを通して入れられてるはずなので、ちょっと離れたところに置いてみましょうか。で音声が入るかどうか、よし、これでいいんじゃない。これで GoPro Hero 12に音声がこのテクニクスのイヤホンを通して入ってたら、まあなかなかだよね。音声のその質にもよるけど、これはねちょっと試したね。ちょっと待ってよな、やっぱりねテクニクスのこのイヤホンがうまく対応してないのかわからないんだけど、なんか面白い音になっちゃってたね、ところどころね。まあまあうまくつながってたら使えるんだろうけど、ちょっとこれはね AirPods を試さざるを得ないね。ちょっとこの場に持ってきてなかったから、取ってきてもう一回ね試してみますよ、 AirPods でも。はい、ではこちらですね、 AirPods、こちらを持ってきて今接続を12としましたので、こうね AirPods Pro との連携だったら、さっきみたいなワニョワニョワニョみたいなね音声が入らないのかを試してみたくてやってみたいと思います。状況はさっきと同じです。こちらの GoPro を、まあ、海が見える方向にセットして、まあ、置くだけなんですけどね、置いて、それで少し離れてみて AirPods の音声が綺麗に拾えるかどうか、はい、やってみましょう。あ、ちなみにちゃんとアップデートはかけてるので、 GoPro Hero 12はファームウェアは最新バージョンになっております、この時点でね。知り合いの車が通った。はい、ではこちらで今 AirPods から音を入れてる形になります。これでまた置いてみて少し離れてどうなるか。はい、じゃあこちらですね、ここで置いてみて音が実際 Hero 12に入ってるかどうか、結構離れてきましたよね、これぐらい離れて音声が入ってるのかどうか。いいね、カップルが海眺めながら愛を語ってるのかね。おじさんにもそういう時があったよ。ねえけどね。はい、じゃあこれでどうか、音は入ってますかね、ちゃんと。うん、いいね。さっきのテクニクスの時にはなんか変な音がね入っちゃってて、ちょっと微妙かなと思ったんですけど、
AirPods でやったら乱れる音も基本的になくて、やっぱりこれで調整してるんかもしれないね、ペアリングのね、なんか調整というかイヤホン。まあ一番安全なのはやっぱり GoPro Hero 12で Bluetooth オーディオを使うんであれば AirPods かな、 AirPods Pro とかが安心なのかなって印象ですね。まあこの2つしか試してませんけど。はい、こちら今 MAX モッドレンズをつけた状態になってます。GoPro Hero 12と11ですね、それぞれなんですけれども、まあ、水平維持ができるということでかなりの角度がね耐えられると思うんですけど、どうでしょうか、違いはあるかなひねってみてね、ひねってみてどうなんだろう。一応ね水平ロックをかけた状態で2つともやってるんですけど、まあ、こんな感じでそれぞれが撮影できるっていう状態ですね。でこのレンズをつけて11の時はスーパービューか広角しか選べなかったんですけど、12になってからはマックスハイパービューも加わりましたので、画角でいうと12、14、16ミリが使える状態になってます。だから一番広い12ミリっていうのが加わると、一緒に撮ってみるとこれだけの広さの差が出るわけですね。12ミリと14ミリってこんな違うんだよすごく違くない？すげえ違うよね。一応こちらそれぞれハイパービューとスーパービューで比べてみるとこれだけの差ができるんですね。だから、逆にハイパービューまで行っちゃうとちょっと映像としてはさ、手の長さとかさおかしいでしょ。もうちょっと近づけてやる、こんな感じかな、これぐらいがちょうどいいんかもしれないね。はい、こういった差ができてきます、画角の方で。あとは画像のサイズに関しても12の方だと 4K までいけるんですけど、11だと 2.7K までの撮影しかできないので、そこの部分でも違いが出てくる形になります。はい、てな感じで GoPro Hero 12、11とあとちょっと9をね使って比べてみましたが、いかがだったでしょうか。まあ実際のところ GoPro Hero 11からの進化はあまりないんですよ。まあ、今回紹介をしてない部分で言うと、タイムコードの同期っていう、まあ、動画編集とかやる人にとってはねメリットになることもあるんですけど、それが加わったのとか細かいところだと、あとは案内で漏れてるのがこの底の部分ですね。 GoPro Hero 12には直で三脚が取り付けられるネジ穴がついてるんですよ、今回から。はい、こちらが GoPro Hero 11なんですけれども、11には三脚のネジ穴がないんです。で12はネジ穴がついたからダイレクトに三脚固定ができる。ここはすごく細かい部分ですけれども、結構ね重要なポイントになります。はい、ということで GoPro Hero 11がいいのか12がいいのかって迷われる方いらっしゃると思うんですけど、画質の面とかおおよそのね使う機能に関しては GoPro Hero 11の時点で十分いいものになってますので、まあ、価格差をよく考えてプラスアルファでねいいところって言ったらやっぱり GoPro Hero 12ありますので、よくお選びいただければと思います。まあ、今現時点で私が使った中で、まあ、これが便利だったなと思えるのは、今回試したワイヤレスオーディオ、Bluetooth 接続したマイク付きイヤホンが音声を拾えるっていうのは、まあ、これは結構いいんじゃないかなっていうところと、あとは MAX レンズモジュラーを使った時に 4K で広い映像が撮れる、まあ、そういったピンポイントのところで見れば GoPro Hero 12は、いいんじゃないでしょうか。バッテリーの持ちもね 4K 撮影であんまり効果は見られなかったんですけど、まあ、フルハイビジョン撮影とか省電力撮影に特化した使い方だったら効果はすごく出るようですし、はい、というような感じですね。またその他伝えられるようなことがあったら GoPro Hero 12に関しては追加で動画の方を上げたいと思います。ぜひ皆様の方でもこういうところをねちょっと今までの過去の GoPro と比べてどうなんだっていうところとかあったらコメントのところに要望をいただければと思います。はい、普段からこんな形でガジェット、カメラ、ゲーム関係の話を中心でやる YouTube チャンネルなんですが、趣味興味がある方は高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。まあでも実際 GoPro の次の進化っていうとやっぱりセンサーサイズかな、大きくなってくれないと大きな進化っていう感じは受けないかもしれないね。まあそれ以外の方法で GoPro の新しい可能性、イノベーション的なものが起こればそれはそれで楽しいけどね、なかなかこのスタイルからね変わっていくっていうのは難しいかなと思います。中身でやるしかないかな。